除雪に楽しみを。サムライチャンネルへようこそ。今回は昨年のね映像を使って除雪テック参戦ということでねお送りしていきたいと思います。まず一つ目はですね、これ昨年ね一晩で50センチ降った時の映像なんですけど、私のねこの HSM1180i はオーガハウジングがね58センチあるんで、全くね問題なく除雪はできるんですけど、家の前にはですね道路除雪で置いていった雪っていうのがねこんな風にね山になって80センチぐらいのね雪山になってるんですよね。そしてこれね結構圧縮されてるんですよね。そしてね通常にね積もったこの新雪の雪だったら50センチぐらいね積もっても全くね問題なくね除雪することはできるんですけど、オーガハウジングのね58センチを超えてしまう場合っていうのがねあるんですよね。除雪機を購入するときに、うちは50センチなんて積もるときないよと、小さめのものをね購入してしまう方もいらっしゃると思うんですけど、まあだいたい困ってね大きいものを買い替えるって方もねいらっしゃるんじゃないですかね。そして大きいのに買い替えた途端に雪が降らないとかね、そんな話もね聞いたりしますけれども、まあ困った時の除雪機ですからね、余裕を持ったサイズを選ぶようにしたいですね。そしてまあ通常ですね、オーガハウジングを超えてしまう除雪をするときには、皆さんもね多分やられてるとは思うんですけど、段切り除雪っていうのをねやると思うんですけど、まあこのようにねオーガハウジングを上に上げて、上から1段目オーガハウジングを上げると必然的にねこのように坂道を登っていくような状態になりますので、必然的に下に雪が残った状態となります。そのため次はですね、またオーガハウジングを下に下げまして、同じ場所をもう一度除雪をしていきます。これがねよく言われている段切り除雪っていう技術ですね。この方法は説明書にもね記載されてますので、安全作業を行う上での一つの技術と言えると思います。そしてね段切り除雪をするときに気をつけなければならないのが、オーガハウジングを上げた状態で前に進んでいきますと、どんどんとね坂道を登っていくような状態になりまして、除雪機がウィリー状態から自分の方にね倒れてくる可能性がありますので、坂道の登りすぎにはね注意をお願いできればと思います。過去の動画でどこまで登るのかということでね検証を行っていますので、画面の右上にリンクをね貼っておきますので、そちらからねご覧いただければと思います。今ご覧いただいた段切り除雪っていうのは縦方向に分けて除雪する方法なんですけど、二つ目はですね横方向に分けて除雪していく方法を紹介します。私の除雪機はねオーガの幅が80センチあるんですけど、80センチをね目いっぱい使って除雪するのではなくて、オーガハウジングをね超える雪の量を考えながら横方向の除雪幅で除雪する幅を調節するやり方です。つまり縦方向に段切り除雪をするのではなくて横方向の段切り除雪、これがね2つ目の方法となります。そして気をつけなければならないのが、シューターはね必ず横ですね、正面にしておきますと、オーガハウジングをね乗り越えてきた雪でシューター内が詰まる場合がありますので、必ずシューターは横向き、そして進む速度はゆっくり進むことがポイントとなります。そしてこういう時にね早く進んでしまうとベルトの消耗をね早めてしまいますので、注意が必要となりますね。そして今ご覧いただいているように、前の壁がね右側にねポロッポロッと崩れてきてるのをご覧いただけますかね。もちろんね雪質によってもね変わってくるとは思うんですけど、窃盗行為前にはね雪質の確認っていうのもね大切だと思いますね。昔の映画で私をスキーに連れてってっていう映画があったんですけど、非常にね印象に残ってるシーンがあって、セリカ GT4 のドアを開けて手でね地面を触って凍ってるねっていうあの名シーン。そして確か渋滞を回避するためにゲレンデをね走り抜けていって最後にひっくり返るっていうオチにね驚きましたよね。車のドアを開けて手で路面が凍ってるのを確認しときながらあの運転、そしてひっくり返るというね、まあストーリーは忘れてしまったんですけど、そんなシーンだけが記憶に残っていますね。
まあそれ同様ね、除雪においても雪質の確認ですとか、あとね、道路除雪の跡ってね、すごいアイスバーンみたいになってる時があるので、まあそういったところはね、確認してから作業した方が安全にね、除雪作業ができると思います。そしてね、こういう場所でね、縦方向の段切り除雪をやると、除雪機の自重で雪をね、押し固めてしまって、意外とね、綺麗に除雪できないんですよね。そしてね、いろいろ試した結果、この横方向の段切り除雪、これでしたらね、もう最初から下にピタッとつけていきますので、意外とね、綺麗に除雪できるんですよね。そして合わせてね、除雪機の負担も少なくなりますので、私はね、この横方向の段切り除雪もよく使う技術の一つとなります。まあ無理させてるかどうかっていうのはね、だいたいエンジンのね、音を聞いてると分かりますよね。もうね、早く進みすぎてエンジンがね、止まるぐらい負荷をかけちゃってる方もね、いますよね。そしてこのホンダハイブリッド除雪機には、それをね、自動的に行ってくれるアイコントロールボタンっていうのがついてるんですよ。負荷がかかると速度をね、自動で調節してくれる機能がついてるんですけど、私はね、これあまり好きで使ってないんですよね。好きで使わないというより、アイコントロールボタンよりももっと優しく使いたいっていう気持ちがありまして、それで使ってないっていう感じですかね。そしてこういう時にね、除雪したところをね、戻らないと除雪機の自重で雪を踏み固めてしまうので、必ずね、除雪したところを戻るようにしています。まあこれはもう除雪した端からすでにもう積もっちゃってる状態になっていますね。そして3つ目に紹介するテクニックが、もうね、とにかく突撃ですね。これね、硬い雪の時はできないんですけど、新雪ですとか比較的柔らかい雪の時には、オーガを下げた状態で突っ込んでいった方がね、綺麗に除雪できる場合があるんですよね。もちろんシューターはね、正面を向けてしまいますと、オーガハウジングをね、乗り越えてきた雪がシューター内に入ってシューターをね、詰まらせてしまいますので、横を向けておくようにします。これはもうね、上からね、段切り除雪とか半分ずつ除雪するっていうことじゃなくて、もうね、除雪機ごとね、突っ込んでいくテクニックになりますね。このテクニックの注意点は、とにかくゆっくり進むことと、シューターを左側もしくは右方向に向けておくことが重要になります。このテクニックはね、除雪機にもかなり負担がかかりますから、まああまりやりたくはないんですけど、状況によってはね、これをやらざるを得ない場面ってのもね、出てくるんですよね。憧れのね、二段オーガを持ってる方だったらね、こんな心配もないんじゃないですかね。そしてね、こういう時に便利なのが、オーガのところにつけてあるあの棒みたいなね、サイドカッターっていうのがあるんですけど、あれがあるとね、こういう時には非常に便利なんですよね。あれをね、私もつけようかなと思ったこともあったんですけど、まあなくてもなんとかなってきちゃってるんで、それでまあつけてないような状況だったんですけど、この映像を見せたらね、なんかつけたくなってきましたね。そしてね、雪がたくさん降った時のね、工夫として、私ね、実はここにね、棒立ててるんですよね。雪がね、こうたくさん積もると境目がね、見えなくなってしまうので、ここから先はね、行ったらダメだよっていうね、境目をこのイボだけを立てて、そしてね、アルミ缶をかぶせてね、目立つようにしています。そうするとね、除雪していく時の目印になって、とても便利なんですよね。このアルミ缶もね、チャンバーにもなりますし、目印もなってね、とても丈夫ですよね。それとこれね、ちょっとしたテクニックなんですけど、クラッチをつないでからアクセル全開っていうのがね、ベルトにとってね、優しいと思いますね。先にね、アクセルを全開にしといてからクラッチをつなぐと、ベルトにね、それなりの負担がかかってしまいますので、車と同様にね、クラッチを優しくつないでからアクセル全開っていうのがね、いいと思いますね。ただ説明書にはね、どういうわけかわかんないんですけど、先にね、アクセルを高速側にするようにね、記載してありますね。今日紹介したテクニックはね、基本的なもの3つだったんですけれども、もしかしたら皆さんも、私はこんな工夫してるんだっていうのがね、あるかもしれませんね。もしありましたらね、コメント欄で教えていただけると嬉しいなというふうに思います。私はね、コメント欄すべて読んでますから、
いつもね、ユーモアあふれるコメントですとか、とてもね、勉強になるコメントがあるので、私自身もね、非常に勉強になってるんですよね。さて、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんからのコメントやチャンネル登録、そしてグッドボタンが私の動画作成の原動力です。除雪に楽しみを。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。